トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。5月20日水曜日の朝です。ちょっとポツポツまだ雨が降ってるんですけども、止みそうなので車体を返します。空の状態はこんな感じで雲に覆われた空になってます。雨もね、少しポツポツ降ってるんですけども、昨日も車外してませんから今日は車外をします。おはようございます。おはようございます。今日の糞の状態です。昨日雨が降ったんで糞の上を歩いてなんか汚らしいですね。はい、アートたちです。それでは車外開始します。小雨降る中飛び回る鳩たちです。それでは掃除に入ります。掃除が終わって外に出てきました。霧雨の中を飛び回る鳩たちです。だいぶ勢い落ちてきましたね。もうそろそろ降りてくるんじゃないかなと思います。ただいまの時間は7時48分です。今日は小雨が降っていたので車外をするのが少し遅くなりました。その関係で鳥を呼び込むのも遅くなってます。今鳥は飛んでるところなので、このタイミングで降りてきたらば呼び込もうかなと思ってます。鳥が今降りてきましたね。屋根の上で遊んでるんで、呼び込んで今日の社会を終わりたいと思います。今屋上に向かって歩いているところです。今日も入社のシーンをですねご覧いただければなと思います。もうじき呼び込みを開始するところです。はい、呼び込みを始めました。鳥が入社始めてます。屋根の上の鳥も入社口に向かって飛び込んできてます。やっぱり1時間半ぐらい近く外にいると鳥もこのように入社してきてくれます。まあ今日はいつもよりも1時間遅いんで、その分お腹も空いてるということもあると思います。はい、入社完了です。今日の起床時間は35分ぐらいでした。霧雨が降るような空でしたけども、鳥はよく飛んだと思います。今ご覧いただいたように呼び込むとすぐに入社してくれるので、ね、なかなか気持ちが爽快になります。今日客間4個入れまして、これで客間を入れるのが終わりにならないですね。あと
2羽また卵を抱かせてます。2羽っていうか1ペアですね。1ペア2個の卵を抱かせてます。今日は小雨降る中、鳩はよく飛んでくれました。この辺で今日のビデオ撮影は終わりたいと思います。次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。